Yo, what's up, K です、僕は大学4年生の時にバックパック一つで世界一周をして、その後まだまだ旅が大好きでですね、今は現在46カ国を旅してる旅するクリエイターです。旅先では、写真を撮ったり文章を書いたり映像を作ったりして、自分の旅で得た経験をみんなにシェアしています。主に場所とか、人間関係とか仕事とか縛られずに、もう自分の好きなことやりたいことをかなり追いかけて、そこにどうやってたどり着くかを今は考えてるんだけど、まあその一つに旅とか映像があって、特に僕はたった3年前まで英語も喋れなければほとんど海外も行ったことない、ただの大学生だったんだけど、世界を語れる男になりたいなとか、いろんな経験をしてる経験値の高い男になりたいなと思って、バックパック一つで最近はカメラも持ってね、旅をしています。基本的にでも映像制作は、広告を作ってます。観光系だったり飛行機とか車とか、もう男心くすぐるようなワクワクした制作を日々やっています。みんなが見たよとか、いいね押したよ、すごいいい映像だねで終わるんじゃなくて、その映像を見て、K 君の映像を見てこの国に行ってみたよとか、こういうことにチャレンジしたよとか、実際にその見て受け身でその見てる人たちが終わるんじゃなくて、実際その映像を見て行動に移してくれて、なんか人生が一個でもバージョンアップしたよ、豊かになったよみたいな声を聞くのがすごく楽しいです。だからイベントをして、そういうこういうところに行ったんだよ、こういうことしてみようと思ったんだよって直接聞く瞬間がすごく大好きです。もう映像以外やってることだらけで、もともとライターだったが本も書いたでしょ。でイベントとか空間演出をするのがすごい好きで、スキー場の山頂でサウナパーティーをしてみたり、無人島にアーティスト呼んだり、お客さんたくさん150人ぐらいでフェスしたり、やりたいことがねとにかく多くて、毎年、1月1日に今年何したいかなみたいなバケットリスト書いたり、よくね3年後の自分はこうなってたいなみたいなのをこう向き合うんだけど、まだまだねやってないことが多くて、旅ももちろんそうだし、チャレンジしたいことはたくさんあります。なりたい姿はもう2020年を代表する旅人になりたいのは本当になりたくて、わー2020年あいつめちゃくちゃ旅人だったよなみたいな、なんかあの人人生楽しんでたよねみたいな感じでいいんだけど、もっともっと旅とかチャレンジをして、あの人みたいな人生を描きたいなみたいな、次の若い子たちにバトンをパスできたら嬉しいです。世界一周に出るまで僕は本当超典型的な日本人の学生で、大学生の時に人生ってみんないい人生っていうのがあって、そのゴールが同じで、このゴールに向かって同じコースをたどるマラソンみたいなもんだなってすごい感じてたので、みんな同じ方向行ってて、みんな同じところ走ってて、で自分もその一人で、でも世界一周決めて泣いて全部断って、もう全部真っ白にして旅に出てみたら、世界にはねもういろんな旅人がいて、うわ人生って全然ゴール一つじゃないみたいな、でそれぞれの人生にそれぞれのゴールがある、そこで気づいた、ようやく。でゴールが違うからコースも違うわけじゃん、当たり前だけど、自分ってどこをゴールにしてどこを走るかがすごく大切だなっていうことをねすごく感じた。もう本当にみんながやりたい方向、向かいたい方向に進むことがとっても大切な時代を生きてるなと思います。もう周りにあいつ狂ってるなって思われるくらい熱狂したもん勝ちの時代かなと思ってて、お金持ちがかっこいい時代も終わったし、今何がかっこいい時代かって言ったら、本当自分の好きなことを目いっぱいやってる人がかっこいい時代だと思うのね。だからもう周りとか気にせず、君が行きたい方向があるならそこを目指してみるといい。意外と3年間で物って形になるから、やりたいことがあるならそこに向かって行ってみるといいよ。 Follow my compass。